Thank you.
ということで、ルイディアイズグッドです。12月盛り上がってますか？イエーイ。ちょっと誰か水持ってませんか？ちょっと持ってくる、忘れちゃって。お酒。わー、ありがとう。まあ僕らも結構今日曲数やるんで、もう次の曲いくんですけど、まあ次の曲結構、まあ個人的にこう歌ってすごい思い入れがあって、まあ結構高校なんか苦い恋愛とかすごいしてたんで、結構そういうの思い出しちゃうなってすごい思うんで、まあなんかそんな曲歌います。恋人ができたんだ、本気で好きと思う子なんだ。君の調子はどう、君の調子はどうだい。恋人ができたんだ、君の調子はどう、君の調子はどうだい。恋人ができたんだ、次のことを考えてるんだ。君の調子はどう、君の調子はどうだい。恋人ができたんだ、遊園地にも一緒に行ったよ。君の調子はどう、君の調子はどうだい。別れると離れるわ、さようで誓うみたいな。僕らも二人と呼ばれてダメ。
でも誰もが嘘をついたけどハートに向かう間に逆らう自由を僕を通るものが来年に散っているの親さんがそのまま無事にならないでいやでもあれも気になるけど悪いことされて怒らなかったのか ルイさんの引退の最後のバンドってことでちょっとルイさんとの思い出を語りたいと思います。ルイさん、ルイさん覚えてるか分かんないと思うんですけど、僕新刊で何も知らない時にアメミに初めて声かけてくれたのがルイさんで、実はで、実は本当は一瞬センさんに声かけられたんですけど、なんかすごいアメカジな感じでアメリカ民謡興味あるみたいな来たんで、ちょっと全然そういうアメリカ民謡とか言って一回スルーしてるんですけど、まあその後普通にルイさんにそのなんかバンド興味ないみたいな感じ言われて、あ、そういうアメリカ民謡ってそういうあれなんだって言って行ったんですよ、ブースに。でそっから普通に楽しそうな部活だなと思ってアメミ入って、でまあ入ってみてもすごい楽しくて、まあ結構迷惑かけてた時とかあるんですけど、まあ、すごい部活入れて、まあ、それも全部ルイさんの、まあ、おかげなのかなって思ってて、でまあそんなルイさんと最後に組めて毎日できてすごい良かったなって思ってます。ありがとうございました。コウタロウがねいい話してる時ね、ずっと後ろで1年が遊んでるの。水は大事です。シャク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 ということで最後2曲ブラジャーのホックを外す時だけ心の中まで分かった気がした。携帯なんて出なくていい、いつの間にか時間が止まればいい、よく朝君が先に寝ていった僕へ糸かけ残して、we'll be right back.
Bye.